ゲッツオットーはドイツの俳優。西ドイツのヘッセン州ディーツェンバッハに生まれる。両親は同地でパン屋を営む。オッフェンバッハの学校でアビトゥア合格後にグラーツ音楽芸術大学とミュンヘンのオットーをファルケンベルク学院で学ぶ。1991年にベルリンのシラー劇場で出演。在学中からシラー劇場やミュンヘン室内劇場の舞台に 出演していた。1993年から1995年まで、ミュンヘンのレジデンツ劇場に属し、テレビや映画への出演を始める。国際的には1997年の映画、007、トゥモローネバー大での敵役で知られるようになった。オーディションの際、20秒の自己紹介時間を与えられたのに対して、 私は大きく、悪人顔、坊主狩りで、ドイツ人です。これで5秒、残りの時間は、不要と、自己紹介したことにより、この役を得たのだという。この時に、坊主狩りだったのは偶然で、テレビ番組の役作りのために短くしていた。その後も、ヒトラー最後の12日間など、内外の映画出演が続いている。また、ドイツ国内でのテレビでは、アクションから、 メロドラマ、コメディなど幅広い分野のドラマや娯楽番組に出演している。2008年には再び舞台にも出演した。外国映画のドイツ語吹き替えや書籍朗読もしている。身長196センチメートルという長身で、ヒトラー最後の12日間でヒトラーに忠実で、ありながら後輩する周囲の心に戸惑いを見せる、副官の夫をギュンシェを演じるには、 まさに最適だった。夫人との間に一万三女があり、ミュンヘンに居住している。ありがとうございます。